ホ安ンキエム湖ホ安ンキエム湖の中心にある亀の東北橋ホワンキエム湖はベトナムのハノイ市ホ安ンキエム区にある湖の一つである。ハノイの主要な景観スポットでもある。過去に黄河が何度も氾濫を繰り返した際にできた湖の一つである。かつては黄河ともつながっており、エイジエルシートイとして知られていた。その五湖は二つに分かれ、一つが保安キエム湖となり、もう一つが H, トイクアンとなった。水軍湖には、ベトナム海軍の訓練場が置かれていたが、現在は埋め立てられている。湖の北岸の近くにある、もう一つの島には、18世紀に建てられた、玉山祠が建っている。これは13世紀の元に対する戦いで活躍した、陳公道、文章三角、1864年に、寺の修理を担当した樹者で作家の玄文長らを、 祀っている。島と騎士の間には赤く塗装された木製の福橋がかけられている。霊長の初代皇帝、はじむりが湖の宝剣を手にし、その剣によって民との戦いに勝利した。その後、はじむりは湖の上で金の大器から平和になったので持ち主で、ある竜王に剣を返すように掲示され、湖の中心近くにある小島で剣を返した。それゆえ、 パンケンと呼ばれるようになった。この物語は、水上人形劇で見ることができる。小島には、その後、亀の塔が建てられている。湖の中の上海花すっぽん及びいくつかの種の大型の南角亀は、始じむりの中から、レイファタスレロエと名付けられている。その種は絶滅の危機にさらされており、湖の中の個体数は不明である。1968年には、 湖で体重2 5 0ラムの大気が発見され、伝説の亀とされて、玉山祠に白星が祀られている。白星の大きさは長さ2 1 0トル、幅1 2 0トル。2014年4月には体重約2 0 0キロの傷ついた上海派なスッポンが治療を目的に捕獲された。夜の保安務庫。ありがとうございます。